新境には地元の食品会社などから境港産の魚介類を生かした4つのメニューが出品されました。こちらはベニズワイガニの濃厚なカニ味噌が特注の太麺に絡みつく食べ応えのある混ぜそば。イカカツは境港産の白ネギと日本海のイカ、サメのすり身を使いチーズ味やカレー味などに仕上げました。またシイラの美味しさを知ってもらおうとシイラの燻製と境港サーモンをコラボさせた丼も登場。さらにこちらのラーメンは境港名物のモサエビと鳥取牛骨スープを組み合わせた牛骨モサエビラーメンです。境港市や商工関係者など9人が審査員となり、それぞれのメニューの説明を聞いた後、一品ずつ試食して味や境港らしさなどを基準に慎重に審査しました。審査の結果、最高得点だったのは元祖牛骨モサエビラーメン。モサエビの風味を存分に生かした点などが高く評価されました。地元境港代表の C 級グルメには、今月12日に行われる代表グルメ決定戦での一般の来場者の投票結果も合わせ、最も高い点を取ったメニューが選ばれるということです。 C 級グルメになりますので、やはり境港らしさ、境港の海産物っていうのが一番のポイントになるかなと思っております。精一杯盛り上げていってですね、境港の PR という意味で大きな意義があるかなと思っております。この C 級グルメ全国大会、当初は2020年に境港市で開催される予定でしたが、新型コロナの影響で延期となり、今年実に4年越しの開催となります。今回の境港大会は11月9日と10日の2日間、境ゆえ港ターミナルなどを舞台に、全国30以上の港からご当地自慢の C 級グルメが集まり、味や手ごろさなどを競います。実行委員会では期間中5万人の来場者を目指しているということです。